俺はトシヤ。彼女のユキと付き合い始めて数年、無事に婚約し、もうすぐ結婚という予定だった。しかしこのタイミングで見事ご破産に。どうしてかって、それは彼女が俺のマンションの合鍵を勝手に複製し、男を連れ込んでやがったからだ。その日は仕事が午前中で終わったので半休を取って帰宅した。そうしたら玄関の鍵がオープンになっていて、やっべー閉め忘れてらと思いながら玄関のドアを開くと、知らない男物の靴がある。隣には見慣れたユキの靴。急いでリビングに入ると、ソファーには同じく男女の服と肌着、カバンかける2。さらに寝室の扉からはくぐもったあの声が。今思えば俺は相当気が動転していたらしい。男女の服とカバンと靴をまとめて部屋から持ち出してしまった。持ち出したものは車に乗せ、持ち主を確認するためにカバンの中身をチェック。発見した名刺にはなんと近所の会社の副社長の名前。そういやユキが最近大学の部活の先輩に再会したとか言ってたのはこいつか。俺はそのまま車を出し、副社長様の荷物を会社に届けてやることにした。突然申し訳ありません、副社長様はいらっしゃいますか。事務員の女性が上品に微笑み俺に応対する。副社長はただいま外出しておりますが、どのようなご用件でしょうか。はい、実は副社長様の荷物を拾いましてお届けに上がったのですが。目を丸くした事務員さんは立ち上がって頭を下げた。それはわざわざありがとうございます。こちらでお預かりいたします。すみませんが、カバンは所有者の確認のために開けました。あとの荷物はスーツ、上下にワイシャツ、靴下、靴と、それから女性物の肌着です。よろしくお願いいたします。え、ちょっとお待ちください、社長を呼んでまいります。女性物の肌着とは予想外だったのだろう。にこやかだった事務員さんの表情が急変する。いや、お忙しいかと思いますので、そこまでは。お待ちください、すぐに参りますので。そう言い残し奥の部屋にダッシュする事務員さん。戻ってきた時には心なしか怒ったような顔になっており、俺を会議室へと案内した。お忙しいところお時間をいただき恐縮です。いやいや、副社長は私の入り婿ですので、代わりにお話できるかと思いましてな。社長は大柄でいかにも高そうなスーツに身を包んでいる。先ほどの事務員は私の娘でして、副社長の妻になります。ああ、それは大変失礼を。いや、こちらこそお手数をおかけしたようで。それで副社長の荷物というのは。俺は促されるまま持ってきた荷物一式を机に広げた。カバン、スーツ、上下、ワイシャツ、靴下、靴、それとこの肌着は女性ものですので、きっと奥様のものですね。申し訳ありません。いえ、違うと思います。社長の後ろに控えていた事務員さんが低い声で否定する。ではこちらが副社長様のものでしたか。一緒になっていたもので、どこまでが副社長様のお荷物か分からず失礼いたしました。ここで残りの荷物である女性用のカットソー、スカート、ヒールの靴、ピンクのカバン、そして男性用の肌着、黒いボクサーパンツを並べ直す。社長と事務員さんは怒りを押し殺すように真っ赤になった。で、こちらをどこで拾われたと。うなるように尋ねてきた社長に俺はしれっと答える。つい先ほどですが、私の家のリビングに投げ捨てられておりました。持ち主様もさぞご心配かと思いお届けに。あの、お家というのは。事務員さんが俺の方に一歩詰め寄った。御社の裏手にあるマンションです。ぶしつけで申し訳ないのですが、これからお邪魔しても。いや、部屋は散らかっておりますし、人様をお招きする準備も。すると事務員さんが机をバンと叩く。今すぐにお願いいたします。承知いたしました。正直すんごく怖かったので、うなずくしかなかった。こうして荷物を拾ってから30分ぐらいだっただろうか、社長と事務員さんが俺の家に到着した。玄関の鍵を開けると、奥の部屋からはあの声が漏れ出ている。ユキと副社長は随分と長いことお楽しみ中らしい。失礼いたします。事務員さんは俺の横をスッと通り抜け、つかつかと部屋の前へ。そしてためらいもなく引き戸をスッパーンと開けた。キャー！お前ら何やってんだこれ！お前、勝手に人の家に入ってきたのか？シーツで体を覆いながら副社長が叫ぶ。俺もそっと前に出てこう言い放った。副社長様、今人の家とおっしゃいましたが、ここは私の所有する家です。
あなたはいつ私からこの家をご購入されたのですか？え、いや、その…年は違うの。これには訳があって、だからこれは嘘で。懇願するように潤んだ瞳で俺を見つめるユキ。ユキ、さっきご両親を呼んであげたから、ちょっと待っててね。俺がにっこり笑いかけると、ユキはスーッと青ざめた。お前ってやつは。ここで社長がこめかみをピクピクさせながら乗り込んでくる。お父さん違うんです。これはそのあれです、筒持たせなんです。この女に騙されたんです。私こそ被害者なんです。ちょっ、見苦しいから黙ってくれる。え、事務員さんのドスの聞いた声に副社長は黙り込む。そんな修羅場の真っ最中にちょうどユキの両親が到着。バタバタと家にやってきて、状況を把握するや否や土下座した。トシヤ君、本当に申し訳ない。いえいえ、お二人は何も悪くありませんから、頭を上げてください。しかし婚約も済んでもうすぐ式だというのに。大丈夫ですよ、婚約は解消しますし、式も取りやめますから。嘘でしょ、なんでそんなこと。この前は一生守るって。そんな言葉を発してしまった昔の自分が恨めしい。無言の土下座から頭を上げたユキの母は、まだベッドの上にいたユキに前蹴り&ビンタ。その後も何を言ってるかわからないような大声でユキを罵り続けた。一方、後ろでは社長が副社長に何か叫んでいる。皆さん、近所迷惑なので内輪のことは後にしてください。俺は冷静にその場を諌めた。俺の存在を忘れていたのか、全員すっかり押し黙る。社長様、大変ぶしつけなのは承知しておりますが、今回の顛末の話し合いの場として先ほどの会議室をお借りできないでしょうか？もちろんです。それでは明日の午後6時半、従業員の方々も帰られた頃にお邪魔いたします。では。あの情けない声を上げる副社長。何か？いやリビングに服が。私の服も。そういえば御社の会議室に置いてきてしまいましたね。は？社長は無言のままどこかへ電話し、数分後会社の従業員らしき人が荷物一式を届けに来た。それまでの数分間は誰も口を聞かず、二人にとっては生き地獄だったに違いない。翌日、弁護士同席で話し合った結果、ユキは俺に慰謝料100万と結婚準備の費用400万を払うことに。副社長には俺に慰謝料300万を払わせた上でマンションも買い取らせることにした。もともとユキと二人で住むために買った家だったが、こうなった以上未練はない。もちろん副社長は事務員の奥さんとは離婚になり、職を解任&会社を追放。はあ、人の裏切りって本当に恐ろしいな。俺も当然大きなショックを受けたが、少しずつ立ち直ろうとしている。次こそは一生守ると誓えるようなパートナーを見つけるのだ。ご視聴ありがとうございました。